や。みなさん、こんにちは。霊夢です。おう、マリサだぜ。リニューアルした韓国経済危機特集は楽しんでもらえてる？これから経済記事を紹介しながら、解説やツッコミを入れていくわよ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。物流スト、スト中止が、決定するも大ピンチの貨物連帯。政府は安全運賃制3年延長案を、再検討、4兆ウォンの損害賠償も、請求か。それでは記事のツッコミを読むわよ。物流スト、9日、韓国で15日間続いた物流ストは貨物連帯の、組合員の総投票の、結果。6割がストライキを中心に、票を入れたことで、物流ストライキが終わりを、迎えることになった。そして、多くの読者さん、視聴者さんはがっかりしているかもしれないが、実はストライキよりもっと面白いことになっている。なぜなら、前回の動画で触れた通り、貨物連帯の内部分裂が、決定的となったからだ。この総投票の結果がそれを、物語っている。組織は物流を人質に、エスカレートして、韓国政府の強硬策に大崩壊をして、実は崩壊寸前にまで、至っている。つまり、貨物連帯ストライキなんて、もう、二度とやれないレベルに陥ってるのだ。9日でストライキを決定を、中止したのは引き際を知っていたと思われるが、問題は韓国政府が激怒しているってことだ。つまり、以前のように3年延長制の、法案で手を打つという話すら破綻しそうな勢いだ。韓国のことわざに泣く子はもう一つ持ちをもらえる。というのがあるが、貨物連帯はごねすぎて、持ちどころか、巨大な岩を投げつけられたと。でも、あまりにも自業自得で誰も、同情もしない。国民からも完全に見放されていると。では、今回の記事を整理しながら要点を、まとめていこう。二つの記事が中心となる。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、任せておけ。記事の要点。1、韓国で先月24日から全国規模のストライキを続けてきたトラック運転手らが9日、ストの終了を決定し、各地で撤収作業を始めた。スト開始16日目で、各地域本部が解散し、運転手は業務に復帰する。26,144人の組合員のうち 13.7% が投票に参加し、うち 61.8% がスト終了に賛成、37.6% が反対した。3、投票率が低調だったのは、長期のストで疲弊した一部の組合員が離脱し、ストへの意欲が低下していたためとみられる。労組執行部としては、投票を実施することで、組合員に責任を転嫁する思惑もあったようだ。4、野党の共に民主党は同日、政府が追加した業務開始命令の、後、当初政府与党が提案した品目、拡大のない安全運賃制3年延長案を、受け入れる意向を示し、仲裁を試みたが、大統領室は何事もなかったかのように、ストライキ前の状況に、戻るわけにはいかないとして、条件のない復帰を求めた。5、大統領室高官は同日、本紙の取材に対し、貨物連帯の運送拒否でこれまで、発生した4兆ウォン、約4100億円の、被害などはいかに責任を負うのかとし、何事もなかったように戻り、安全運賃制の3年延長を手にするというのは言語道断だと批判した。6、大統領室の主要関係者、対話は業務に復帰してからだとし、復帰にはいかなる前提条件も認められない。復帰すれば、いくらでも対話テーブルを開けることができると語った。与党国民の力も貨物連帯が、何の条件も掲げず、
早急に用務に復帰するまでは、いかなる議論も妥協もできないと、述べ、強行基調を確認した。7、委員長は負けたとは思っていない。あまりにも政府の対応が、強硬すぎて仕方なかったと、語った。以上の7つだ。順番に見ていこう。要点は以上だ。霊夢、続きを頼むぜ。マリサ、ありがとう。まず、1は経緯の確認だ。9日でストは終了して、運転手は業務に復帰する。そして、2と3が復帰した総投票の、結果だ。まず、26,144 人のうち 13.7% しか、投票に参加していない。しかも、そのうちの 61.8% が、スト終了に賛成して、37.6% が、反対したと。この時点で、内部分裂が起きてるのがわかるだろう。前回の動画で指摘した通りだ。告発者が出た時点で、これ以上はストを続けるのが、難しくなったので、上層部は総投票で、責任逃れをする。いつもの韓国人らしいやり方だ。3もスト意欲の低下とある。国民からそう反対されるようなことが、長く続くわけないよな。世間の目というものがあるからな。ここで国民がどう見ているかを、引用しよう。マリサ、読んで。おう、任せておけ。世論調査会社の韓国ギャラップが6日から8日に、全国の成人1000人を、対象に実施した調査によると、今回のストに関し主張が、認められるまで続けるべきだとの、意見が 21% にとどまったのに、対し、まず業務に復帰してから交渉すべきだが、71% に上がった。引用は以上だ。国民の2割って労組員か。まあ、1000人なら労組員が何割か、入ってもおかしくないわね。では、続きを読むわよ。とりあえずストライキを終わらせろと。そして、ストは9日で終了した。しかし、それだけでは終わらない。むしろ、ここからが面白い。貨物連帯は、以前に提案された安全運賃制の3年延長の条件でいいから、ここで手打ちにしようと提案したわけだが、すでに4兆ウォンという天文学的な損失を出したことで、ユン氏は超激怒。韓国政府は何言ってるんだ？君らのやったことをスルーして、3年延長を、そのまま認めるとでも？ふざけるな、もちろん、再検討だ。何？鉄鋼分野に安全運賃制を、拡大する議論に参加させろ？そんな議論はするつもりなどないわ。それよりも4兆ウォン、約4000億円の損害賠償を、請求してもいいよな？このように韓国政府は譲歩するどころか、さらに追い詰めていく。しかし、読んで黒幕の野党が仲裁案を出すという、さすが野党。黒幕はやはり、貨物連帯の味方だよな。でも、それも韓国政府は拒否。大統領室は何事もなかったかのように、ストライキ前の状況に、戻るわけにはいかないと。うん、当たり前ですね。語が特に面白いよな。もう一度、読んでおこうか。大統領室高官は同日、本紙、ハンギョレ新聞の取材に、対し、貨物連帯の運送拒否でこれまで、発生した4兆ウォンの、被害などはいかに責任を負うのかとし、何事もなかったように戻り、安全運賃制の3年延長を、手にするというのは言語道断だと、批判した。めっちゃ当たり前だが、当然、不必要なイベントを起こして、4兆ウォンの損失を与えたのだから、貨物連帯はそれをスルーして、以前の提案が通るわけないだろうと。さあ、貨物連帯は自分らが陸の物流を握っていることをいいことに、要求をエスカレートさせて、強気に出たが、政府の強硬策で大敗北。組合員は告発を恐れてない部分です。見せしめに一人告発しただけでここまで変わるものなのか。
業務開始命令はトラック運転手にとっては告発で、資格停止などされたら生活基盤そのものを失うことになるからな。効果抜群だったと。そして、最後は7だ。委員長は負けたとは思っていない。あまりにも政府の対応が、強硬すぎて仕方なかったと、語った。どう見ても完全敗北ですよ。もちろん、責任取って4兆ウォンの、損失を払うんですよね。まさか、お咎めもなくこのまま済むとでも？このあたりの続報が出てきたら、また紹介したいと思う。しかし、これで政府の怒りを買ったことで、物流ストをやるのは今後、難しいだろうな。業務開始命令に恐怖するトラック運転手の、顔が思い浮かぶものな。痛い代償だった。ストライキする権利は重要だが、物流を人質にとって、要求するなどは言語道断と。ただ、韓国の裁判所がどう判断するかはまだ出てきていない。貨物連帯は政府の業務開始命令を、撤回するように裁判所へ訴えた。韓国の裁判所がストライキを、する権利、結社の自由といったものをどう扱うかもまた、今後の重要なテーマとなる。それと、もう一つ ILO、国際労働機関についての続報があるわ。ハンギョレ新聞を引用するわよ。マリサ、読んでみて。おう、任せておけ。6日日本紙が入手した ILO 事務局長名義の、介入書簡には、ILO の監督機関は、運送サービス及び類似部門の業務復帰命令は労働者の、結社の自由を制限するとみなし、平和的ストに参加している労働者に、対して刑事制裁を加えてはならないと、判断すると明示されている。監督機関は結社の自由委員会などの加盟国政府が、条約に違反していないかを、判断する機関で、監督機関の従来の、判断に基づき、韓国政府がセメント分野の貨物運転手に、刑事制裁を前提とした業務開始命令を、下したことは結社の自由の侵害に、当たると強調した形だ。一部省略。公共運輸労組の、ソンヒ国際局長は、ILO が韓国政府の、批准した結社の自由条約に、言及しつつ、この原則に則ったガイダンスに、沿って紛争を解決せよと、言っていることに注目すべきだとし、貨物連帯のストの過程で、法と原則を強調してきたユン大統領は、結社の自由条約も、守るべきだと述べた。引用は以上だぜ。おい、霊夢。ILO は結社の自由を守れと。当然よね。結社の自由は ILO の中核をなす人権だわ。労働者や使用者が自らの選択に基づいて団体を結成し参加する権利は自由で開かれた社会にとって不可欠。ILO はこう述べているわけよ。じゃあ、ユン氏は国際法違反をしているのに、スルーなのか。彼らは結局、国際法なんて守るつもりもないってことよ。本当、独裁しかできないのかよ。でも、国民が明確に政府支持して支持率が 10% 近く上がったら、韓国では ILO の国際法より国民情緒法が勝つわ。やれやれ。結局、それが一番なのかよ。でも、これで韓国の裁判所でも、業務開始命令の取り消しの判決は出る可能性があるわ。つまり、ユン氏の強硬策は国際的には認められない。なるほど。なら、本当に資格や免許停止までやると、逆に ILO が動き出すと。そうなると、ユン氏の強硬策をどこまで貫けるかは難しいな。では、最後の感想を読むわね。15日間の物流ストライキはなかなか、楽しませてもらった。今後、韓国政府が強硬策を、取ったことで、労働貴族がどう動くかは楽しみだな。組織というのは一枚岩ではない。今回のことで貨物連帯から抜け出す組合員も、増えそうだな。これほど自業自得の大敗北というのも、
滅多にお目にかかれないイベントだった。ただ、ILO が国際法違反と述べたことに対しては、その通りだろう。法と原則に従うなら、処罰はできなくなるが、さあ、どうするのか。訴えられたら、まず負ける案件をまた抱えることになったと。ニュースは以上ね。物流ストは終わったけど、これからの展開は割と楽しみね。不思議な話だな。誰が見ても物流人質に、ストライキするのが悪いのに、その権利を奪ってはいけないとか。法律とはそういうものよ。第三者の視点からすればそうなるのよ。だから、ジンボルトはユン氏の強硬策は危ない橋を渡っていると、考えてるわ。野党議員が突っ込んでくるでしょうね。ストライキ権というのを無視しては国家としてはダメなのよ。ややこしいが、これなら告発しても処罰はできないな。まあ、脅しには使えたけど、それ以上は無理でしょうね。といったところで、何回か取り上げた物流ストライキは終わったわ。不必要なイベントであったが、なかなか、楽しめたな。4兆ウォンの損失を誰が負担するか楽しみだわ。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。